どうも、キリツネガヤマです。おじゃこ、小松菜。べっとりくんくっついてくわというわけでですね、今回、まずラビで、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を読んでみます。どうぞ、よろしくお願いします。なじゅーやー、ミスター関、毒タイプじゃないポケモンだから今回の都市伝説は、現在、記録的ペースで濃度が増している温室効果ガス。そこには、今流行しているものも関与し、我々人類に、時間は残されていない。というわけでですね、今回そのオーガニックの闇について触れていきたいと思います。2022年10月26日、国連の世界気象機関は年次報告で、温室効果ガス濃度の上昇ペースが昨年は全て過去10年の平均を上回り、記録的な伸びとなったと発表したのよ。国連の報告書によると、現在の状況では今世紀末までに地球の気温は 2.9 度上昇し、不十分な気候変動対策が続けば気候変動の影響は壊滅的なレベルまで加速すると科学者に警告されてん。順調だね黒幕の発言だそして国連気候変動枠組み条約の報告書では、2030年までに温室効果ガスの排出量が2010年比で 10.6% 増加すると予測してるの。もう最近さ、もうオーガニックって言葉が頭おかしい人に対する別称になってきてる。オーガニックやろうかそしてこの増加は、国連気候変動に関する政府間パネルが今世紀末までに世界の気温上昇を 1.5 度に抑えるというパリ協定目標を達成するために必要と判断した2030年までの排出量43% 削減を大きく上回ってるのよ。そして 10.6% という増加率は、これまで国連が予測していた 15.9% より低く、報告書は一連の炭素排出削減計画や森林再生、食品廃棄物の削減、再生可能エネルギーの生産、二酸化炭素の回収貯蔵といった気候変動関連の適用策を踏まえてるのね。焼き果たしようぜ伝統的だそして誰もが予想していなかったことで、温室効果ガス排出量が増加してるのよ。そして農薬を使わない有機野菜は安全健康志向の代名詞として人気だけども、そんな有機野菜が実は思わぬ形で地球に悪影響を与えていた可能性があるのよ。え、こういうオーガニックとかさ、そういう F1 種とか農薬とか陰謀からね、そういう商品を売ってる人がいるんだけど、そういうのを売ってる人ほど信じてないこと多いぞ。タブーだろお前スウェーデンにあるチャルマース工科大学の研究チームによると、有機農法は伝統的な農薬農法と比べ、より広い農地を必要とするため、二酸化炭素の排出量が格段に増えていることが判明しているのね。そして有機農法は従来の農薬農法と比較して、およそ 70% も炭素排出量が多くなってしまってるのよ。ビル建てようぜめちゃくちゃだなそして農薬や化学肥料を使用すれば、一度に大量の作物を安定して収穫することができるけども、その代わり農薬の中に含まれる化石燃料が土壌汚染や環境汚染を促進してしまうのよ。そして有機農法はその解決方法として採用されたけども、反対に化学肥料を使わないことで1ヘクタールあたりの収穫量は大幅に減少してしまう。でも最近もう食のトレンドがオーガニックになってきた。あ、そうですね。これなぜかっていうと、売れるんだよ。金塗る裏でやってんだよ結果的に有機農法で農薬農法と同じ収穫量を達成するためには、森林を伐採して農地を広げるしかなく、この森林伐採が間接的に二酸化炭素排出量の増大につながっていたのよ。オーガニックは地球にも人体にも優しいと言われ続けてきたけども、実は環境破壊の大きな要因の一つとなっており、現代の大量生産という社会システムには適応していないのよ。メディアなどで推奨されているからといって、必ずしもそれが正しいわけではない。農家を爆弾発言